こんにちは、旅するアナリストです。今回は目黒川沿いの秘密にしておきたいカフェ6000をご紹介します。よく来る人なんかは知ってるよというところもあると思うんですが、そういう方にも、あ、そんなのもあるんだとか、なかなか来ない人の場合、おしゃれだけど混んでて入っていないなどのお店もあると思うので、ゆっくり見ていってくれたら嬉しいです。1軒目はグリーンビントゥーバーチョコレートというお店です。ここは名前の通りチョコレートがメインのお店なんですけど、カフェも併設しているので結構おすすめです。でこの日はちょっとホワイトデーだったので人が多いんですけど、まあ、普段から多いは多いんですけど比較的座れると思います。でここはですね、チョコレートがかなりちょっと高級なんですけど、1枚1500円ぐらいするような、まあ、たまの贅沢にいいかなと。あ、こんな風にですね、あのチョコレートの作っているところが見られるという特典もありますね。あとここはですね、オーナーが世界的な大会で優勝するなどかなり実力派のチョコレートのお店です。あとですね、ここの壁に、見えているこのムービーですね、これはオーナーがカカオを探す旅という感じで、Amazon でムービーを作ってもらったそうです。今 Amazon プライムでも見れるそうですね。あ、今あとこれ映っているカウンター席ですね、ここからチョコレートの作っているのがよく見えます。今皆さんが見ているここは入り口からちょっと奥に入ったところの席です。入り口にもちょっと席あるんですけどね、入り口よりも奥の方が私はおすすめですかね。このようにチョコレートいろいろ売ってます。壁にですね書いてあったりしますね。ここで売っているチョコレートのカバーはほとんどが和テイストでできています。でちょっと高級感があるので、これは贈り物にしてもいいかなって思ってます。今映っているようなチョコレートが、だいたい優勝したりとか金賞、銀賞、金賞を取ったみたいな、有名なチョコレートみたいです。でこれ以外にもこのピンク色の季節のフレーバーのチョコレートも売ってます。当然板チョコ以外にもこういったブロックのチョコレートも売ってるんですけど、みかんとかちょっと変わったフレーバーが多くて面白いと思うので、こちらを買ってみるのもいいかもしれませんね。あとはこのようにこちらで食べていくようなチョコレートもあります。これ今見えてるのエクレアです。飲み物は友人におすすめされたカカオティーとオリジナルチョコドリンクです。これカカオティーの方が結構味は薄めなので、先にカカオティーを飲む方をおすすめします。このチョコドリンクからちょっと飲んじゃったんですけど、これかなり濃厚でチョコ好きの人にはおすすめできます。そしてちょっと甘いので、甘くないのが好きっていう人にはカカオドリンクがいいかもしれませんね。でこのエクレアですね、3個くっついてる、これなかなか硬くて切れづらかったんですけど、まあ大きいのでこれ上下半分に分けて食べてます。ちょっと苦労してますね。はい、2軒目はスターバックスリザーブロースタリー東京、ちょっと長い名前のとこなんですけど、またスターバックスかよと思う方もいるかと思うんですけど、ここはスターバックスでも珍しく、スターバックスのお店の中でですねローストをやっていて、ここ見えてるこの上のパイプの中に、ま、ローストされた豆が通っていくこともあるんですね。まあ、ここ知ってる方は知ってると思うんですけど、すごくお客さんが多くてですね、むちゃくちゃ並んでます。並んでるんですけど、僕は朝だったり夕方に行くようにして混雑を避けてますね。まあ今密は避けるのは当然かなと思ってるところもあって、ここ見えてるのがローストする機械ですね。また壁にこう東京ならではの装飾がされてます。パンもここ焼いてるんですね、まあ、食べたことはないんですけど、きっと美味しいのかななんて思ってます。
これこんなに広いんですね。人いっぱいいます。これ夜ですよ。夜でもこんだけいるんですけど、あと2階だったら結構席が空いてたりします。で、今日使ってる豆っていうのがここの掲示板に出されていて、何使ってるのか分かるんですね。昔の飛行機みたいな、飛行機の掲示板みたいなものですね。あとここのもう一つのポイントは、このお店ってお酒が飲めるんですね。お酒が飲めるスタバって珍しいですね。私海外のスタバもよく行ってたんですけど、海外のスタバでもあんまりお酒が飲める店って記憶にないですね。こういうスイーツなんかも他の店ではあんまり見ないようなのが売ってます。なかなか面白くていいかなと思ってて、今日は紹介させてもらいました。お酒映ってますね、ここ。あと何かコーヒー頼むと、コーヒーこの3種類から選ぶことができます。こういうとこって他にないですよね。でコーヒー何飲んだらいいかなって困る人もいると思うんですけど、こうやってお店の方がこのコーヒーは同じだよって説明してくれます。ちょうど説明してもらってますね。私も何飲んだらいいか分からなかったんで、これお願いしました。ちなみに1階ではこの3種類飲み比べセットが飲めます。あ、ここにもありましたね。ローストするメインの機械なのかな、ちょっと分かんないですね。なかなかエンターテインメントな空間が広がってます。あと今回は夜だったんでちょっと映らなかったんですけど、2階3階にバルコニーがあって、桜の時期なんかは桜を上から見ることができます。このドリンクですね、普通のラテみたいなんですけど、ちょっとアーモンドがかってたりフレーバーが入ってて非常に美味しかったです。皆さんも試してみてください。はい、3軒目ですが、ザ・ワーカーズ・コーヒー・バー中目黒ですね。この日は雨だったんで一人外にいるだけだったんですけど、いつもは外にずらっと並んでることがありますね。ここも朝一で行ったり夕方に行くと全然並んでないので、そんな時間に行くといいかなと思います。これ中に入って中の様子ですね。このテーブル席、ここから見てるテーブル席ですね、座ろうと思うとちょっとお食事をしないとこちらに案内してもらえないんですね。でカフェリオだとこちらのテーブル席ではなく、入り口付近にあるカウンター席の方ですね、今映ってます、こちらの席になります。こちらはこちらでいいんですけどね。あとこういうのも売ってたりします。お酒も売ってます。ちょっと昼間から飲めますしね、夜はお酒飲んだりしてますね。私行った時に夜はカフェリオお酒飲んでましたけど、テーブル席に座らせてもらえたのは何だろう。今映ってるのは桜のチーズケーキセット1500円です。ちょっとお高めなんですけど、みんなゆっくりしてるからまあお店的にはしょうがないのかなっていう感じはしますね。でこのコースターが可愛いなと思って撮っちゃいました。もう一つ頼んだのはこのバーガーセットですね、2280円。ちょっとこれもお高めなのかなというところもありますけど、こういうこれ何だったかな、人参のスープでした。結構美味しかったですね。はい、4軒目の東京土産人です。こちらはですね、そばのお店だろ、そばって書いてあるじゃないかっていう感じなんですけど、中こんな風にですね、地下なんですけどお庭があってすごく感じがいいんです。で14時から16時半までカフェ営業してるんですね。で僕が行った時はもうこの時間カフェ営業してなくて、そばとを頼んだんですね。でそばでも結構有名なお店で人気なのがこのすだちのそばですね。すだちの香りがすごく良くて僕はこれ好きですね。
食べるんですけど、まあ、ほっとくとちょっと苦くなっちゃうので早めに食べないといけないか、すだちを出さないといけないんですけど、なかなかこれもこれでおすすめです。あとさっきの席は予約してないとほぼ座ることはできませんので、予約することをおすすめします。僕は忘れてて予約してなかったですね、この時。はい、5軒目のリトルボンディです。ここ僕が一番好きなお店ですね。これ本当に中に入れるかどうか迷ったんですけど、せっかくだから入れちゃいました。っていうのはですね、ここ外のバルコニーがすっごく素敵で、これもうすぐ映ると思うんですけど、あ、中の映像ですね、これは。中カウンター席が多いんですね。まあ、ここ外人さんも多くて、なかなかいい雰囲気で座れます。コーヒーも美味しくてですね。この日は雨降ってたので、ちょっと感じは違うんですけど、こんな風に外のバルコニーですね、ストーブつけてもらったりして、雨の日が僕ここに座るの大好きなんです。ここで雨の日なんかは本読んだりするとすごく気持ちがいいんですよね。なかなか最近石油ストーブってなかったりして、その匂いも素敵です。目の前にこうやって木もあったりしてですね。でスパゲティと今回頼んだのはサンドイッチなんですけど、かなりここリーズナブルなのでゆったりできますね。なので僕は一番ここに来るのが多いかなっていう感じです。これですね、僕大好きなサンドイッチです。あとここってメニューが意外に多くて、意外って言ったら失礼なんですけど意外に多いんですよ。なんで選ぶメニューに困らないっていうか、その飽きないんですよね、ずっと来て。で長居するときは一応ちょくちょく頼むようにしてるんで、違うものを選ぶようにしてます。このパスタなんかもですね、初めて食べたんですけどすごく美味しかったですね。はい、この後頼んだのがアサイージュースとハンドメイドジンジャーエールを頼みました。このジンジャーエールあったかくて、すごくこの雨の日、ストーブがいる日には良かったですね。これ桜が咲いてる時期なんですけど、ちょっとやっぱり肌寒い時ってありますよね。で夜にはこうやってランプも来たりなんかして、すごく雰囲気がいいんです。なんで夜までずっといちゃうんですよね。ここ3席しかないので、まあ、かなり取り合いになることもあるんですが、雨の日は少ないので好きです。はい、6軒目はホテルショコラです。このホテルショコラって、ホテルは英語で、ショコラはフランス語で、まあ、変わった名前なんですけど、イギリスのブランドらしいですね。ここ古民家を改造して作ったとこなんで、2階建てになっててちょっと面白いんです。ここにですね、ホテルショコラって書いてあります。ちょっとかっこいいから写しちゃいました。で1階でドリンクなど注文できます。でこっちの方にチョコレート売ってるんですけど、これはちょっと一部なんですね。2階にチョコレートはたくさん売ってます。他にもハンバーガーなんかも売ってるんですけど、ちょっとハンバーガー僕ここでは食べたことないんですね。今度ちょっと食べてみたいですけど、で階段を上がってみて、これ申し訳なかったですね、お店の方でした、ごめんなさい。2階にですね、こうやってチョコレートがたくさん売っててですね、で下で買ったドリンクなんかを飲みながら、この2階でチョコレートを選んだりなんかもできます。2階にもですね、席はちょこっとありまして、3から4つぐらいかなのテーブル席があります。これすっごいチョコレートの量なんですよね。でここのチョコレートって、まだちょっと板チョコがないらしいんですけど、板チョコになる代わりになるようなものはいくつかあって、結構美味しいんです。これちょっと分かりづらいんですけど、大きさがイースターに使うダチョウの卵サイズのチョコレート、これ板チョコの代わりになるようなチョコレートですよね。これオフィスとかにあるとすごく助かります。僕こういうの大好きなんですよね。
イースターのチョコレート本当に欲しかったんですけど、ちょっと高かったですね。1万5000円ぐらいだったかな。ですごいなと思ったのが、スキンケア商品もこうやって売ってるんですね。これカカオの匂いとかして面白かったです。でもカカオなんですけど、フレーバーがなぜかフラワーの香りとかしたりするんですね。でちょっとこれ試しに塗ってみたんですけど、もう即買いしちゃいました。これすごくいい匂いです。おすすめです。で店員さんがフレンドリーなので、かなり優しくいろいろ教えてくれました。で外にも混んでる時にはこうやって席があるので、かなりゆったりとお客さんが入れるのかなと思います。この外の席もいいですよね。こういう席僕好きなんですけど、最近はちょっと密になりがちかなっていうので、あんまりお客さんがいません。で個人的にこっちのチョコレートドリンクの方が僕は甘みが少なくて好きでした。はい、いかがでしたか。今回は目黒川沿いのカフェのご紹介でしたが、今ちょうど桜も咲いてる時期なので、デートなんかには最高かなと思います。まあ、疲れた時なんかはちょっと寄っていただいてしたらいいかなと思います。それじゃあ最後までありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。